皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、セントラルパークの、ね、動物園の前にいます。本来ね、どこへ、動物園に来る予定はなかったんですけども、 JW マリオットホテルっていう動画を出してると思うんですけども、そちらに宿泊したら、ね、なんとこちらのチケットも、ね、無料でいただけたので、今回ねせっかくなんで来てみました。それでは行ってみたいと思います。こちらがセントラルパーク2の入り口です。チケット売り場はね、あっちにあるみたいですね。あっちですね。で、私はチケットを持っておりますので、ね、今回これで入場したいと思います。はい、Thank you. うちにね、中に入ることができました。ゲッサブリングコラ、今回ね、ホテルで宿泊したことによってチケットがもらえるっていう、ね、こんな素敵なことあるんですね、ニューヨークで。ざっくりではあるんですけども、動物たちも見ていきたいと思います。I don't think I'm going to be a little bit of a battle.
ナナイパーのDinosaurs in this. Agora olha pra mim, filho. Aqui. Ah, tá mesmo? Esse chocolate. Não! Tá bom.
ライオンいるみたいですね。でも残念ながら先ほど同様残念ながら黙認はできないですね。日陰で休んでいるのかもしれません。It's exactly like the real one. Okay. I was like to see the kid from the back. Oh my god. Yeah. 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 ニューヨークで。こういう大型の動物が見れると思ってなかったんで正直びっくりです。でも残念ながらちょっとね今日暑いんでね、残念ながらぐったりしてますね。まあ、そりゃそうですわね。人もぐったりするぐらい暑いですからね。ここは軽山ですかね。あ、いますね。やっぱり暑いのか日陰にいますね。あ、動きましたね。かわいい。次は何でしょうか。あ、カメ。Daddy loves turtles. そう。あ、綺麗ですね。カメさんもあんなに列を鳴らして休んでいます。ちっちゃいカメもいますね。No, I'm making it. Yeah. Nice here. Oh, yeah. Oh, okay. I know where it is.あとね、ここに行きたいですね。No, あ、ここは鳥が放されてるんですね。声が聞こえます。あ、いますね。すごい鳴いてますね。出ていかないのかな。
あ、いますね。ちょうど木の陰に隠れて出てくるから。Thank you. あっつ。爬虫類ゾーンね。わあ、すごい。鳥が飛んでますね。あ、すごい。私は日本では見たことない鳥が、普通に放し飼いみたいな感じで。ここにも大きい鳥が。クジャクのような。あら。かわいYeah.
着きましたね。ちょっと確認できないですね。Come on in here, guys.このエリアはこれすごくないですか。爬虫類ゾーン出ました。いや、こうただでさえ暑いんですけども、爬虫類ゾーンはさらに暑いですね。一気に汗吹き出ましたね。一応ざっと一周っていう感じですね。で、やはりギフトショップもたくさんあります。あ、いいですね。セントラルパーク2の T シャツがあったりします。でセントラルパーク2の中にね、こんな感じでカフェ、あと買い物屋さんもねあります。でお手洗いももちろんあります。それではそろそろ出たいと思います。ボーディシアターってのがあるみたいなんで、こちらも行ってみたいと思います。今ね、このアイスアイスボーディっていう、なんですか、シアターみたいなのを今見てきたんですけども、すごい良かったですね。言葉は英語なんですけども、まあ、映像を見てれば分かるみたいな感じで、で、3D のサングラスをかけて見るみたいな映画みたいな、まあ、10分15分ぐらいのものなんですけども、とても面白いですね。特にお子様連れの方はおすすめです。それではね、こんな感じでセントラルパーク2出たいと思います。このメインの通りにね、ギフトショップだったり、またね、レストランもこっちにもあります。こちらはね、チケット売り場となっております。有人のチケットでも無人のチケットでもね、買えるようになってるみたいですね。で、大人20ドル前後ですね。お子様が14ドル。で、シニアの方は16ドル95セントということなんで。いかがだったでしょうか。今回はセントラルパークの動物園を紹介させていただきましたけども、ちょっとね、今日は7月ということで完全な真夏なんで、ちょっと動物もね疲れ切ってるところがありましたけども、まだボーディシアターはとても良かったので、こちらねとてもおすすめとなっております。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。